こんなん簡単っすよ。多分合ってると思う。雑学は習うやつじゃないから逆に難しいっすね。今何の問題か分かってます。ホッキョクグマが獲物に近づくとき鼻を隠す理由は何でしょう。これ俺も答え一緒に答え、どこのタイミングで答えたらいいですか。同じタイミングで。じゃあ強国に揃えますか。一斉にじゃないですもんね。はい、これ雪に溶け込めないから。あ、そうそう、同じ意味です。峡谷と雪に溶け込むために黒を隠してることじゃないですか。勘ですけど。あ、やっぱ同じですね。わかりました今の。さすがにこれはわかる。合ってるかどうかわからんか、そもそも。でも俺これナカルティンに総合ポイントで勝つことが目標なんです。確かにライブとしてはお助けカード投票なんですけど、このライブ通して俺はナカルティンに勝ちたい。正解、イエー。ちょろっ。でも、分からへんかったっすね、今普通に。初めて聞いた。これで1か、とは思っちゃった。勘で答えたんですか。まあまあそうやろうなと。初めて聞きましたけど。大喜利もやろうかな、暇やし。いいですよ。正解してたかどうかも流してくれないの悲しいですね、このこのライブ会場に。ほんまに大丈夫です。え？合ってる？これ。店によりけりじゃないんですか？うなぎと波の特徴の違いなんて。違う、ババすぎるな。あ、ちょっと待って。うな重って言ってますよね、最初から。うな丼とは言ってないですよね。諸説ある問題って欠陥問題じゃないですか。答えいっぱいありますよね。大喜利もちょっと時間ちょっと考えよう。
うなぎの数やったら問題にしないと思うんですよ。僕はこうだと思います。間にうなぎが挟まっているかどうか、ご飯とご飯の間に、そうそう、ミルフィーユみたいになってる。ちょっと寂しいってこれ。世界とかやっぱ言われるわけじゃないんで、この寂しいわ。あ、そっか、そっちっすもんね、今撮ってるの。これだったと思うんすよね。量やったら問題に違うと思うんですよ。え、量でええんかい。そんな簡単な、そんな簡単な問題、いや簡単すぎ考えすぎました。まあでも大まかに言うとこういうことなんです。うなぎの量、そんな簡単なんかい。うなぎの数でええんやはず。うなぎの量、あ、あれか、うなぎの質やと引っ掛けてってことか。かもしれない。特上やとちょっと当たり前のことすぎて頭良すぎた、逆に。しんどいっすね、お餅が。そういうことか。焼肉はお肉の質で特上と並で違いますもんね。そうなんですか。量じゃなくて。略語の位置。こんなん簡単でしょ。これはわかる。両国中卒やけど英語とか強そうっすもんね。おしゃれぶってるから。大喜利大変っすね。ねえ、ジャパンや、一緒です、中卒と。ジャパンやらい、これ以外ない。そうか、これ綴り合ってるかどうかもあるんか。合ってる？合ってる？やってる？綴りとか弱いっすよね、僕やっぱ。学歴は低いんで。学歴は低いんです、僕。ジャパンエアライン。あ、S が最後入るか。ズや。不正解な。ズ、これ。正式名称なんで。マジかよ。これ語じゃないですか。図は分かんないっすよ。図は分からへんわ。あ、そっか。そっか、まあそうか。図？引っ掛け。一番受けてるやん、これ。大喜利って答えたくない問題答えへんくていいから、この一定のリズムで答えるのってこれ相当難しいはずなんですよね。
すごいわ。逆語難しいっすね。語呼ばれそう、ゴーが来たから。スタンバイしといてください。うわぁ。うわぁ。え、これ英語で書かなダメですか？カタカナでいいんですよ。GPS、衛星っすから。ピッチだとは思いますけど、システムだと思いますね。最後はただ G がピッチとかありましたもんね。なんかあの昔小型の携帯みたいな、だからピッチで S はシステムで G はでも場所なんで、グラウンドとかグラウンド、合ってるかな。はい、あ、ありがとうございます。ちょ、これほんまあのさっきからこうやって一応カメラにバーって出していくけどさ、正解も不正解も言われへんからもうたまらなく寂しくてあのエアラインシステムじゃあジャパンエアラインズーはあれは5やで。問題として S がなかったです。僕も同じ間違いしました。はいはい、え、これも出していいの？またか。いやいや、これはむずい。あー、グローバルの G か。あ、グローバルか。わ、グローバルっぽい。うわ、グローバルっぽい。はい、グラウンドピッチシステムない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 。 G が俺ピッチとシステム合ってんじゃないかなと思ってる。 G がね、俺はいやもう出れるん嬉しくてあ、俺これ限界やった。俺大阪経済法科大学なんでだと思いました。自信ないね。はい、あ、出す。うわ、全然ちゃうやん。いやでもこれむずいっすわ。ポジショニングか。これ不正解の時のコメントも出せないです。いや、あの不正解ってなった時リアクションさせてよ。あ、そういうことね。
あ、オッケーオッケー。そっちに届く声で言ったらいいのか。オッケーオッケーオッケー。ごめんなさい。すごく難しかった。全然わからへんかった。オッケーオッケーオッケー。はい。悔しいっすわ。これ答えなあかんって今見てて分かった人います？グローバルポジショニングシステム。俺名言弱いっす。昨日バチバチライブのコーナーで名言大喜利みたいなのあって全然分からへんかった。さすがにこれは配信載せれるんですか、この単語自体は。豊臣っすよね。あ、こっちの方が濃いかな。あ、あ、そうや、間違えた。間違えた間違えた。これ流れてねえから大丈夫。これうわこれやばいっすやばいっす。これ内緒にしといてください。内緒にしといてください。恥ずかしい恥ずかしい。そうやわ。でも豊臣秀吉が言ったわけじゃないじゃないですか、この名言って。後世に誰かが例えた話なんですけど、豊臣秀吉の方が残虐なん知ってますか？だからほんまこっちです。殺してしまえね。全員不正解でした。泣かせてみようでした。ラッキー。あぶねー。殺してしまえや。豊臣秀吉の方がこういうことしますから。朝鮮出兵の時とか朝鮮の人を倒して首持って帰らないと殺した証明ならないから首持って帰るんですけど、重いから耳だけ削いで耳だけ持って帰らしたみたいな話があるぐらいなんで、こっちっす正解は。強いっす。お餅が正解し続けてますよ。ちょっといいとこ見せたいな。なんかもいいとこ見せたいっす。今いいとこ見せれてない。でもスポーツが今一歩やってますもんね。全然やばい。俺スポーツなんですよ、めっちゃ強いの。簡単すぎる。ってことは今までの問題もこれぐらい簡単やったってこと。ちょっとマジほんまカットしといてください、間違えてるところ。大関ナカルティも割と間違えてるんですよね。今2問ぐらいしか合ってないですよね。これは勝てる。まだ全然俺ナカルティスポーツめっちゃ弱いんですよ。ナカルティとクイズ対決するときも僕スポーツで巻くんでいいんですよ。ここですよ。ちょお餅優勝するって。
え、これはフルでは流さないですよね。でも編集めんどいですもんね。ってなったら序盤いいとこないからな。ちょっとあの見どころみたいなやつ、あのシークバーのあの時間指定、あの概要欄に貼っといてください。めちゃくちゃ簡単や。もう30分経ってるんですね。小泉純一郎。その彫刻が位置なんかで俺を使うまいとして変なポイントの取りこぼし方してますね。だから俺もこんなとこで呼ばれても恥ずかしいんで、かっこいいの答えないな。やっぱこれは合ってるっすわ。漢字がローがね、どっちかわかんないですけど、これは見逃してほしいよ。ほがらかな方か、こっちのローなんかかちょっとわかんない。山田ナビスコって言ってウケるのすごくないですか。みんなが山田ナビスコさんを知ってんでしょ。有名人です。でもあそこまで小汚いとは誰も思ってないです。これ大喜利難しいところですね。この誰ちょうどいいラインを出さないといけない。合ってる合ってる、字も合ってる。小泉さんで正解でいいの？そろそろ助けてあげたいっすね。でもなんか絶妙にナカルティンだけが分かって峡谷が分からへん問題が来ないですね。ちょうどいいラインの問題がジャンボマグロって言ってます。お餅強いって略語むずいんすよね。負けないぞ。難しくないですか。わかる？え？俺1個も D も I も Y も分かんないです。ちょっと待って待って待って、言わんといて。1回外しておきます。考えたい。考えたら分かるっすよね。そうでもない。自分で分かってた。全然分からない。ヨーグルト。
全然わかんないです。これわかります？え、めっちゃむずくない？ダイレクティングヨーグルト。これわからへんわ。え、DIY？ どす、え？ Do it！ あ、そういうこと？そういう意味やったんや。単語じゃないんや。あぶね、今回されんくてよかった。Do it！ 初めて聞きました。Do it言わせる。へえ。そんなしょうもない。なんか工具の名前とかかと思いました。そういうことか。ちょっとそろそろ見せたい。ちょうどいいやつ出してください。そろそろ略語やめてほしい。略語やめてくれ。略語で回すな京国。絶対略語わからへん。これもまた愛。あ、インポータントかな。違うかな。いや、回さんといてほしい。いや、ないないない、やめてくれ。回すな。京極やめてくれ。伝わってない。頑張る。でもこうだと思います。 V は MVP の V と同じだと思うんです。 E、I、重要。V、 パーソンは、まあ、P はパーソンじゃないですかね。いや、合ってると思うんですけどね。意味的には合ってそうな。同じですね。中で言ってバリアブルインポータントパーソン。いや、中で言うと答え一緒じゃダメなんです。一緒でした。何してねん、頼れって。これが合ってるかどうか分かんないんですよね。やべ、音聞こえんくなった。ベリーでいいんかい。同じ気持ち。これもリアクションできないっての。は？俺バリアブルが一番俺自信あったっすわ。ベリーでいいんかい。ベリーでいいんかい。ベリーインポータントパーソンって言われんでもわかるわ、そんな。なんやねん。ちょっと悔しいっす。略語マジ危ない。今回されんくてよかった。絶対合ってると思った今。ベリーで、そろそろ振ってほしいな。略語やめてくれ。
英語こっちは簡単だよ、こっちや、これはさっきの俺の間違いのことですよね。こっちが1ですよ。DIY むずいって。これはわかるわ。あ、プレイヤーか。やば。いやでも俺。プレイヤーや、俺パーソンで言ってモストバリアブルパーソンやってるやん俺、プレイヤーや、これ正解っす、プレイヤーです。おい、ちょっとこれマジカットしといてください。俺略語めっちゃ弱いっす、さっきはカット多いですねえ。俺略語全不正解でした。でもよかったっす、強国の略語を潰す作戦は。社会とスポーツが得意なんですけど、まだほとんど出てないです。最初に潰してくれてるんで。何が空欄になってるか分からないですけど、全部漢字でいいですよね、接続詞入んないですよね。4のニヤハヤに何々の何々は何、 OK です、大丈夫です。これちょっとなんかそのなんかちょうどいい問題欲しいですね。いやほんまでも苦手の略語も全部なくなったんで、絶対に今ここで動画を止めないでほしい。テストも思い出しますね、みんなの前に立ってないと。一人で回答してる。でもやっぱこれ今1、2限目捨て科目やったみたいなとこ入ってるんで、あったじゃないですか、やっぱテストの時とかも1、2限目はな、それっす、数学英語続いた時の気持ちなんで、こっからエグいっすよ、見せたいわ一人勝ち、この俺しか会ってないやつ。世の辞書に不可能の文字はない。あれ不可能、あれナカルティンが敗北って言ってる。世の辞書に不可能の文字はない。俺一人勝ちだ。ちょっとこんなんじゃないんすよ、こんな違う、こんなナカルティンの間違い方はさっきの俺のMVP と同じ間違いです。一番ちょっとはずいやつね。1ポイント詰めれました。ここでの 2,3 ポイント差はいいんです。これ大喜利むずいでしょ。あと15分。違う、スポーツの4、スポーツの5とか出してくれ。
あと雑学分かるやつモテますから。雑学の4、兵庫スポーツ出してくれ。3、雑学の3、問題が全然わかんないんですけど、ホワイト、うん、ホワイトデーのやつ。ホワイトデーの5回1で渡すと特別な人を言う意味になるものは何でしょう。特別な人という意味。え、わかんないです。あ、でもお菓子やもんな。ちょっと書き直しぐらいはいいっすよね。お菓子ではあるよな。いや、いやでもお菓子、俺お菓子なんて渡さないですよ。ホワイトデーに何も渡さないですよ。俺いいわ、俺指輪でいいわ指輪、京極と同じテイストの。京極はネックレスって言ってます。でもなんかホワイトデーって企業が仕掛けたやつやからみたいなのはありそうですよね。明治の板チョコとかわかんないですけどそんな意味。マカロン知るか。聞いたことないわ。聞いたことない。聞いたことありました。ありました。え、特別な人いるんですか。え、これわかんない。美味しいけど、ささみチーズフライ。でもいい、京極が今俺の出番をこれ伺ってくれてると思うんです。スポーツの語は任して、俺絶対わかるから。東京マラソンはちゃうやろ。でもまあなんか考えたら分かるようなとこっすよね。東京マラソンですから。多分と2016年松村邦洋さんの時ですかじゃないかでもなんか多分東京の名所だとは思うんですよ。でもちょっと俺こうしよう。わかんないな。ああそっちな。あ、いい答えで、お台場お台場歩いていけないですもんね。だってそう、ちょっと分からへんな。お台場やん、お台場やん、お台場ですよ。お台場、お台場。お台場やん、お台場やって。ビッグサイトに、お前は
え？いや東京マラソンスポーツちゃうってあるお茶だけのお前コスプレイベントやんけあれ。お題いっぱいやってよくないねあれは正解でええわ。お台場正解でよかったけどな、うん、納得いかないっすね。お台場やけどな。宗教系の問題はほんまもう危ないですよ。間違えたと宗教戦争になりますから。インド教みんな正解してるやつじゃダメなんです。合ってんのか？ただ、そんな違う。でもさっきのお台場も正解と仮定した場合、本当社会とスポーツなんで、でもこう見ると割と正解してる気もしてきました。半分ぐらいか。あんまも言ってない。スポーツのそういうことじゃないんですよ。ナショナルスポーツやと思ってたから俺。東京スポーツはないわ。これは簡単ですよ。はい、ノーミュージックノーライフ。みんな正解してんねん。シャウンス。ナポレオンだけやん一人勝ちしてんの。お台場とね。合ってないです。どんどん行こうどんどん行こう。これは僕わかりますよ。ただ図形がね。丸やったか四角やったか。え、囲いも入れて。あ、わかったわかった。家や、これや。これの左右の逆は勘弁してくださいね。家に杖。え？家に杖。これ合ってるんじゃないの？これは許し、この杖の許してくれません？これはこれはこれは許してよ。家に杖で許してくれません？家に杖は許せよ。これは許してくれよ。ナカルティも同じミスしてたけど、いや、杖の向きむずいって。じゃあ僕らが学校卒業してからできた最近の地図記号ですから、老人ホームって。任せろ、俺これ答えれると思う。何が5やねん。1よ。こんな1ですよ。これ分かりますよ、ね。はい、勤労納税教育。
勤労と教国が労働って言ってたけど、まあ正解ですよね、あれは労働納税教育は。これ 社会簡単っすね。東京マラソンはちゃうわ。違う、一人勝ちしたいな。スポーツ、いや俺に任せろ。なんかメジャーリーグとかの問題してよ。サッカーとか、サッカーとか野球の問題してる。分かるんならやめときなよ。エレクトロニックなんか、エレクトロなんかが分かんないですよね。エレクトロニックスポーツ、エレクトロニックじゃないかな。エレクトロ、エレクトロニックなんか、エレクトロニックかな。エレクトリ、エレクトリ、エレクトロじゃないかな。エレクトリックかな。いや俺エレクトロニックやと思うけどな。エレクトリックかな。俺エレクトロニックやと思うけどな、工業的な意味やと。おっしゃー、これを流してよ。僕だって e スポーツやってるんで。危ねー、エレクトリックはなんか多分光的な意味ですよね。エレクトロニックが光学的な意味だと思ったんで、これ絶対流してください今の。合ってました。これ絶対流してほしい。全部流します。あれか。いや、やめてくれやめてくれ。ちょ、前、やめてくれ。お前やめろやめろ、バカバカバカ、やめろやめろやめろ、やめろやめろやめろ、絶対やめとけ。これわからへん。わかんないなぁ。お前、え、泣かれてわかんのこれ。うわ、あ、そうや、聞いたことあるわ。バッククロージャーや。不正解です僕、全然わからなかった。バッククロージャーや。これわかんないっすね。ただ不正解とかもうないんで、あぶねん、これはすごいっす。やべえ、僕止め金。あぶねあぶねあぶねよ。スポーツで行かして、俺スポーツ社会。
常識とは長い、ちなみに短い、わかんないっすよ、逆にね。ああ、それ聞いたことあるわ。常識とは非常識である、言いそうじゃない？逆に。言いそうですけど、これ。うわ。偏見のコレクション。じゃあ俺のお台場も OK にしてほしいけどな。じゃあ、すごいっすね。いや、こういうの強いんすよ、京極。多分ちょっと使え、俺使わせてくれや。ああ、お前なんて、もう一回言って。アンネならではってことですよね。アンネ知ってる知ってる。あ、違うか、これ日記に書いてあることか。じゃあ日記じゃん、日記を書くことじゃないな。何の特効薬？辛い時の特効。あ、間違えた。絶対俺の笑顔やわ、これ。愛する人おらんかったらな、でも意味ないからな、それも。かけたかけた。夢を見ること、子供だったんすよ、アンネって。だから将来をっていうことかなって。なんかもっとやらしてくれへん、なんかすごい悔しいわ。おい、もうそっち行っていい、そっち行っていい。あ、そっか、うん。
全然負けたわ。悔しいっすよ。だから俺ちょっと得意ジャンル全然出なかったんですけど、余らしてますよね。めっちゃ問題。ここから継続して俺やらしてくれません？これは社会とスポーツ余ってるってめっちゃ。やめてくれ。最下位なんですけど、一緒です。一緒でした。ナカルティンが11。出よ、出てきていい？え、じゃあ3-1をパテ出して。スポーツの3。俺ちなみにエレクトロニックも分かってた。嘘、うん、スポーツの3行きましょう。スポーツの3すみません、お出しください。お願いします。こちらです。え、女子サッカーの日本代表代表のレシコ。早いよ。違う、フェアリー。フェアリーあれでしょ、シンクロでしょ。いいよ。トビウオじゃない。トビウオ、トビウオ、トビウオジャパン。さあ、ということで回答を見てみましょう。こちらです。スポーツの和名で、テニスはサッカーでは、投球は何でしょう？ラグビー、ドッジボール、ドッジボール、ラグビー。ハンドボール。ハンドボール。俺ほんまに正解したから、ちょっと待って。終わりますよ。終わりよ。フットサル。フットサル。ハンドボール。ラグビー。ラグビー。ドッジボール。ドッジボール。フットサルでございます。それでは行きましょう。回答こちらです。ラグビー。さあ、お前全問不正解でございました。やばすぎ。さあ、会場ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2位だ。さあ、そう。よかった。マジ悔しいわ。楽しいな。絶妙なスポーツ問題。すげえな。お疲れ様。すごい。そう。